アデナウアー首相とディベリウス1957年、オットー・ディベリウスはドイツの進学者、ドイツ福音主義協会議長、1880年にベルリンに生まれた。アドルフ・フォン・ハルナックに支持した後、クロスセン、ダンチヒ、ラウエンベルクの協会に勤めた。第一次世界大戦が終結し、ドイツ革命により、両方国家が消滅すると早くから、 ドイツ福音主義協会連盟の設立に携わった。1925年に総教区長に就任すると、同年にはストックホルム会議、1927年にはローザンヌ会議に出席した。ナチスが政権を獲得した直後は共感を抱いており、総教区長としてヒトラーの首相就任式を指揮した。しかし直後にすべての職を追われた後、 国白協会に加わった。1937年には政権批判により裁判にかけられるが無罪となっている。第二次世界大戦が終結した1945年には結成されたドイツキリスト教民主同盟に加わり、また、シュトットガルト在籍宣言の作成に加わった。1948年にアムステルダムで開催された第一回世界。 協会協議会の中央委員に選出、また1949年から1961年までドイツ福音主義協会議長を務めた。1967年にベルリンにて死去。ありがとうございます。